女優になってよかったことは。でもやっぱりその作品によって見ましたって見て元気になったとか、例えばドラマだと毎週楽しみにしてますとかっていう、やっぱり見てる人の声をもらうと、あ、頑張ってよかったなって。よし、これでやろう。